ワシントン軍刑務所はアメリカ合衆国オレゴン州でかつて使用されていた木造一部屋の刑務所である。1853年に建造され1870年まで用いられた。1986年に国家歴史登録罪に追加され、現在では同州ワシントン軍に所在するワシントン軍博物館に収められている。2008年ワシントン軍刑務所は NRHP から除名された。1853年、初代ワシントン軍刑務所が解消した。ウィリアム・ブラウンの手により900米ドルを費やして建てられた。この刑務所は、ヒルズボロ市内の4番通りとワシントン通りに所在した。この刑務所の稼働中に2名が投獄中に死亡した。ほか、刑務所としての機能を終えた後に1名が生まれた。 刑務所内で死亡した者の,の一人に、元ハドソン湾会社の従業員、ウィリアム・ブリスがおり、彼は1855年、泥水中に激怒して、家族を殺した罪で投獄されていた。アメリカ南北戦争の将軍ユリシーズ・グラントが、オレゴンに配属中、この刑務所に放置されたという噂があるが、実際に、そのようなことはなかった。1870年、 刑務所としての機能を終えると、この建物は売却され、刑部家の所有物になった。刑部家は、彼らの新居の建設中一時的にこの建物で居住し、その後は離れ屋として利用した。1953年には、ワシントン軍採事場に移設された。2003年初頭、7万5千米ドルで修復工事が行われ、ワシントン軍採事場から、 ワシントン軍博物館に移設された。1986年、国家歴史登録罪に指定された2003年、解体され修復工事が行われた。2004年、ワシントン軍博物館敷地内で再構築され、温度と湿度が制御可能な同時で永久保存されることになった。2008年12月24日、刑務所は NRHP の指定から解除された。 2008年9月、この刑務所を博物館外へ移設する計画が提起された。15平方メートルを面積を有し、木造一部屋からなる。この建築物は1万2000ポンドの重量を持つ。体積は奥行き16フィート、幅9フィート、高さ12フィートである。米末の木材を使って3ヶ月で建造された。 刑務所には当初、バケツ、足かせの鎖、藁布団が収められていた。ありがとうございます。